こんにちは。動画作りをサポートしておりますコラボゼガーです。さて本日の動画はお客様が作られた動画が、Google の検索上位に表示されたという話です。ぜひ興味のある方は最後まで聞いていってください。はい、特にですねビジネスをされている方にとってみれば認知力っていうものを上げたいですよね。そんな時に、動画とか YouTube 使ってやると非常に効果的だっていう話はなんとなく感じてらっしゃる方も多いんじゃないかなと思います。で、弊社の場合ですね動画作りをサポートするための講座っていうものを、大きく分けて2つ3つかやっております。1つはですね動画作られたことがない方が作れるような体験講座っていうもの、これを、iPhone 使って、Zoom とかオンラインでやったりもしております。たまにオフラインでもやってますか、そしてもう一つがジンバルですね、スマホジンバル講座っていうのもやっております。そして3つ目、これが何かって言いますと企業様がですね、動画の、YouTube 使って SEO 対策、要は検索した時に動画が上位になるためにどういうことをやったらいいのかっていうようなところで、動画講座全5回っていうのをさせていただいております。こちらの方はがっちりやっていくっていう方のためのものなんですけど、5月にですね集中的に5回させていただいた企業様、YouTube チャンネル作ってですね、そうですね、まだ2週間も経っていないんですが、昨日プライベートウィンドウという、うちサファリでね、ブラウザーサファリでちょっと検索してたんですけど、そうするとなんと動画が2つ上位表示にされておりました。ここはですね広告なんかもすごく入っている業種なので、その中で2つね動画が上がってるっていうところにびっくりしました。もちろん、Google のアルゴリズムなんていうのは、私たちがなかなか対策なんていうのはできないんですけど、それでも、短期間の間に2つの動画が上がってきたっていうのは大いに喜ばしいことです。また上下にしたり2ページ目に行ったりまた消えたりっていうことはするんですけど、それでもこのやり方をしていけば必ず上位表示、必ずっていうわけではないですけど、上位表示狙いやすいなっていうところが、今回分かったので改めて、嬉しかったです。ということで、自分でビジネスをされている方はぜひですね、動画 YouTube 使って、真の商品サービス認知力を高めるためにやっていきましょう。ということでまた明日お会いしましょう。